はい、こんにちは、マッツーです。トヨタウォレットがね、11月1日よりキャンペーンを改定しました。毎回最大 2% 還元という、キャンペーンをやっております。一回ね、これの動画を上げたんですけれども、ちょっと見落としたのか、その後発表なのかわかんないんですが、ナナコとワオン。ね、Apple Pay でチャージできる、今までね、トヨタウォレットから Apple Pay チャージできるという形で、かなり還元ができるような状況だったんですけれども、これがですね、11月9日に封鎖されるというのが発表されておりました。残念。ということで、一応ね、先ほど一回動画上げたんですが、そちらはね、ちょっと一時非公開にしてみますね。もう一回新しい情報をアップデートしていきたいというふうに思いますので、ぜひ見ていただければなと思います。なんで、これからは、やっぱ楽天エディですね。楽天エディがいいと思います。私今楽天エディ使ってるんですけど、まあ今これ5万円って見ると使ってないように見えるんですが、使ってます。はい。しっかり使ってるんで、これ楽天エディめっちゃ良くなるのという感じがしたので、はい。ぜひですね、皆さん楽天エディを使っていただければと思います。では、行ってみましょう。というわけで今回、トヨタウォレットのね、2% 還元についてご紹介していきたいと思います。名前だけね、最大 2% 還元っていう名前があったので、いや、これもう、チャージで 0% とかもあるんじゃないかなというふうな感じもして、結構、私も、昨日頑張ってね、エディとか、ナナコにもチャージしたりもしたんですけれども、どういう感じだったかというと、まずですね、TC キュービックカードっていうカードがあるんです。トヨタ系のカードがあるんですけど、こちらからチャージをすることで、TC キュービックカードのポイントが付与されるっていうのがあります。では、トヨタウォレットにトヨタ系のカードからチャージすることで、1% 分ポイントがもらえますよという形になっています。で、さらにですね、その後、トヨタウォレットご利用額の 1% をトヨタウォレットの残高にキャッシュバックされるよという形になります。カードからチャージをすればカードのポイントが、1% 分。トヨタウォレットを使えばトヨタウォレットの残高で 1% 分キャッシュバックされて、まあ、合計 2% 相当を還元してくれるよという形になります。なので、これ見てあげるとですね、トヨタ系のカードからチャージして使わないと 2% 分は還元されないんですが、トヨタ系のカード以外のカードからチャージして使ったりとかしても、使う場合のキャッシュバック 1% 分は還元されるわけなんですね。という形なので、まあ、他のカードでも一応還元されるよという形になります。他社カードだったら 1%、トヨタ系のカードだったら 2% 還元されるという形になるので、まあ、他社のカードを使われている方はですね、今まで、まあ、1.5% 還元だったのが 1% に変わるという形で、まあ、0.5% 分はね、ちょっと、減ってしまうんですよね。還元率としては 0.5% 減ってしまって、1% にはなってしまうんですが、まあ、でも 1% 還元されるので、よかったなというふうには思います。で、今までは、電子マネーとしては、ここのね、一番左側のところ、ここがね、ここがフェリカになっているんですが、この中でも、トヨタウォレットって、まあ、もともとはね、こういう電子マネー自体にはチャージできませんよっていう規約だったんですけども、まあ、なぜかチャージできていたと、しかもポイントが付与されるというような形だったんですよね。なんですけれども、いつか解約来るだろうなとは思ってたんですが、やっぱりですね、今のところですね、Apple Pay だとナナコとワオンがチャージできます。はい。で、あと、スイカ、パスモも一応、まあ、これは Apple Pay と Android の方でも一応、クレジットカード決済という形でチャージができます。楽天エディも一応チャージができるということですね。で、あと、ID に関しても、もともと、トヨタウォレットは ID で使えるので、ID で使えるということですね。で、この中で、今回、塞がれるのが、ナナコですね。ナナコとワオンは、こちらは、ね、まあ、もともとは、Apple Pay でしかね、もうチャージができないという形ではあったんですが、Apple Pay でも、ナナコとワオンに関してはチャージができなくなるよという形になります。はい。なので、ナナコとワオンに関しては、チャージする場合にはもう他のカードを使うか、はい、リクルートカードとか使うか、という形になるのかなというふうに思います。こんな感じですね。高還元チャートで言うとこんな感じになりますが、クレジットカードから、キャッシュね、クレジットカード、だいたいまあ 0.5% か 1% っていう還元率のものが多いんですが、おすすめは T カードプライムという日曜日にチャージすると 1.5% 還元受けられるよというカードがございます。はい。そこからキャッシュにチャージして、キャッシュもね、月5万円までしか 0.2% 還元させてくれないので、若干辛いんですが、まあって感じですね。はい。そこ経由で、トヨタウォレットに、チャージをすると
という形ですね。スイカやパスも楽天エディには、チャージが、これも、まあ、一応、今まで通りだと、11月9日以降もおそらくチャージができるんじゃないかなという形ですね。ただ、この11月9日から、ワオンとナナコはチャージができなくなるよという感じでございます。という形なので、そこだけご注意いただければと思います。一番還元率が多いのはやっぱり楽天エディになるので、楽天エディを使うのが一番いいのかなというふうに思います。私もね、この Apple Pay のワオンとナナコが解禁される前から、楽天エディの方をずっと使っていたので、そういう意味では、まあ、元に戻ったっていう、私はそう思ってしまうんですよね。はい。っていう形になります。あとはね、スイカとかパスモにもトヨタウォレットチャージはできるので、まあ、スイカパスモに比べると楽天エディの方が還元率は大きくなるのは事実ではあるんですけれども、はい、利用状況に応じて使っていただければと思います。結構楽天エディってね、使えるところ多いんですよね。はい、というところなので、ぜひ使ってみてください。で、ワンオンとナナコが塞がれましたけど、どん釣ればいいですかって話なんですが、まあ、例えばね、6グラムに関しては、6グラム自体はね、ミクシーのサービスということで、一応ね、招待制にはなっているんで、一応6グラムのユーザーから招待してもらって、登録するという形にはなります。6グラムを使う場合にはですね、エポスゴールドカードっていうのは結構お得ですね、巷ではね。で、ミソなのが、この選べるポイントアップショップっていうものがあるんですよね。3店舗まで、はい、選べるポイントアップショップっていうのを登録してあげると、その3店舗はポイント3倍になるんです。通常 0.5 倍だったものが 1.5 倍まで跳ね上がるんですね。で、さらに、100万円決済してあげると、プラスで1万ポイントもらえます。1% 分のポイントがもらえるので、最大で 2.5% 還元になります。で、さらにね、ファミリーボーナスを使うと、プラスアルファもらえたりもしますので、まあ、結構お得に使えるかなと思いますね。で、そこから、6グラム経由で、ワオンとか、ナナコとかにチャージすることもできます。これも、ね、Apple Pay 限定ではあるんですけれども、Apple Pay 使うと、最大で、ワオンだと 3.5%、ナナコだと 3% の還元になるよという形になります。はい、結構お得です。まあ、でも、多分、トヨタウォレットの方が、多分ね、トヨタウォレットの方が還元率的には若干 0.2% 分。まあ、要は、キャッシュぐらい、いや、わかんないけど、キャッシュ分ぐらいの、まあ、還元率アップ。だから、月100円分の還元率アップぐらいになっているという形になっております。一応ね、エポスゴールドカード以外のカードでも、一応このフローに載せられるカードは結構多いとは思うんですが、まあ、ここまで還元率上がるのはエポスぐらいなのかなという感じはしますね。6グラム系でやりたい場合には、このフローを、やるのが、まあ一番お得になるのかなというふうには思います。はい。特に7個っていうのはね、収納代行とかも使えるというところで、税金の支払いとか、私はね、住民税とかもこの前、残りの期の住民税全部この7個で納めてきたんですけど、という形で結構便利に使えたりもするので、はい、ぜひ6グラムの方、まあ、11月8日まではこのトヨタウォレットのこのチャート載せて、決済をする。で、11月9日以降は6グラムをね、使ってあげるっていうのがいいんじゃないかなという感じがします。はい。まあ、チャージできるところまでするっていうのがいいんですかね。というふうに思いますので、はい、ぜひやってみてください。はい、というわけで、楽天エディですかね、これからは。これからは楽天エディで使う。一応楽天エディだと、iPhone でチャージができるんですよね。まあ、ここに、私は今ここに楽天エディが入ってるので、こういうふうに重ねてあげると、楽天エディ、iPhone でもチャージができて結構便利です。まあ、若干位置がシビアなところはあるんですけれども。はい、そんな感じでチャージもできますので、還元率的にはね、普段のお店で買う分には、やっぱり、楽天エディの方が高いのかなと思います。ただね、電車をよく乗る方とかはね、スイカとかパスモにチャージするっていうのも手なのかなというふうにも思いますので、はい、ぜひ使ってみていただければなというふうに思います。まあ、ID で使うのも手ですけどね。はい、トヨタウォレットを ID で普通に使うっていうのも結構手だなというふうに思うんですけれども、はい、というわけでぜひ使ってみてください。というわけでこの動画参考になったよって方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。その他にも私ね、こういうお得な情報もお届けしておりますが、スマホの情報とかね、エクスペリアの、レビューだったり、ピクセルや iPhone のレビューとかもいろいろしておりますので、ぜひチャンネル登録してこれからも見ていただければなというふうに思います。というわけでマッツでございました。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。